はい、次は便秘。便秘についてです。私の腰痛治療の一番の敵は便秘だったりします。便秘が起きてくると体の中で老廃物って言われるもういらないものが溜まってきてしまいますので、その溜まってきたいらないものをぐる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 体の中を回してしまう。つまり腸内から、血液だったりとか、酸素とかですね、そういったものを回してしまうと、もういらないものが体の全身を巡ってしまうことになりますので、血流不全が起きてきて、そういったところで血流が悪くなると、前回のお話です、酸素不足に陥ってしまいますので、この便秘っていうのもすごく痛みに関わってきてしまいます。なのでもしあなたが便秘なのであれば、それは根本的に痛みを解決することはできないですから、しっかりとこの便秘っていうところを、ご自身で解消していただいて、まずは痛みを治していくっていうことをやってみていただければというふうに思います。便秘を治していくためには3ステップを踏んでいただければと思います。水分、運動、栄養っていうところですね。便秘の方は、水分がすごく少ない方が多いです。だいたい1日に、そうですね、 1.5 リットルから2リットルぐらい取れるといいです。水を取りすぎてしまうと水毒症って言われるところになるとか、そういう話もあるんですけれども、水を取りすぎて頭痛が起きるのであれば、それはちょっと取りすぎかもしれませんので、頭痛が起きる手前ぐらいですね、頭痛が起きないようにだけ気をつけていただいて、水分っていうのをかなりたくさん取るようにしてください。頭痛が起きてきたらそれはちょっと取りすぎのサインなので、ちょっと控えるように、そこの目安でボーダーラインで自分の中に決めていただいて、だいたいですね1日に 1.5 リットルから2リットルぐらいの水分はノンカフェインのものを取るようにしましょう。ノンカフェインのもの、カフェインを取ってしまうと体の中におしっこが出てしまうので、そうすると体の中の水分はなくなってしまいますから、ノンカフェインのものをしっかり取るようにしていただいて、私の場合ですね、この水筒とかに白湯を入れて持ち歩いて、こまめに取るようにしています。これだとなくなってしまっても、どっかでお水をいただいたりだとか、そういった形でホテルとかでお水はいただけたりするので、この水筒1本あるだけでかなり状態は整っていきます。私の場合は便秘っていうのは全然感じたことがないので、正直ですね、どれぐらい苦しいのかっていうのは分かんないんですけれども、便秘じゃない一番いい腸の状態としては、食べたら出るっていうような状態が一番理想的ですので、まずその状態を作っていく必要っていうのがあります。この水分をしっかり取っていっても改善しなければ、今度着手することとしては運動です。運動を1日にですね30分ぐらいはできるといいです。どれぐらいのハードさかっていうとウォーキングぐらいでいいです。30分ぐらい歩くぐらい、そうすると股関節の筋肉だったりとか骨盤の筋肉っていうところは上手に働いてくれるようになりますので、そこで腸の刺激っていうところも起きてきて、便が出やすくなっていきます。この運動不足が、多い方、如実な方は結構便秘を引き起こしてしまうことになりますので、まずそこを解消してあげる必要性っていうのがあります。田舎とかでですね、なかなか車の運転ばかりで歩く機会が少なかったりすると、30分1日歩いてない方って結構多いですので、まずここの部分を解消してあげる必要性っていうのがあります。1日30分ぐらいは歩いてみましょうっていうところですね。次、栄養です。栄養に関して言うと、まずはビタミン C。ビタミン C 不足。そして、マグネシウム不足。あとは食物繊維ってことですね。この辺が足りていなければ、便としてなかなか出にくくなってしまいます。ビタミン C を結構取っていくとすごくですね、便の状態だったりとかうんちとして出やすくなっていくので、すごくおすすめ。ビタミン C としてはですね、私がおすすめするものとしてはこれです。これアスコルビン酸って言います。アスコルビン酸、これは普通に薬局とかに売ってます。アスコルビン酸、これで 200g ぐらい入ってますので、 200g ぐらい入ってます。目安としてはですね、下痢になる手前まで飲んでいただいて結構です。下痢になる手前、
これの用法用量としては1日2回朝と夜、で大体1回は 1g って書かれてるんですけども、もっと取っていただいて結構です。全然もっと取っていただいていいです。これは水溶性のビタミン、水に溶けやすいビタミンで外に排出してくれるので、取りすぎたところで体の状態が悪くなったりとか、そういったことは起こりえません、起こりませんので、もし便秘とかでお悩みの方はこれをたくさん取っていただくことですね。これは私は便秘ではないんですけど、なんで持ってるかというと風にすごく効きます。今ちょっと正直ですね、鼻声なんですけども、すごく体調としてはいいです。これビタミン C のおかげですね。このアスコルビン酸っていうのを、取るようにしてみてください。これだけで、あなたの便秘の状態っていうところは整っていきますので、まずこのビタミン C、 そしてマグネシウムです。マグネシウム、これも私はサプリメントで取るようにしてます。マグネシウムですね普段はあんまり、サプリとか取らないんですけども、マグネシウムに関しては枯渇しやすい、体の中で少なくなりやすいので、マグネシウム不足になってしまうと便が出やすくなるのはもちろん、あと筋肉の硬さっていうところも引き起こされてしまいます。筋肉の硬さです。それが起こってくると、先ほども前回も何回もお伝えしているように酸素不足に陥ってしまって、体の硬さそして痛みにつながってしまいます。筋肉が硬くなってくると今度は心筋梗塞だったりとか心疾患というところのリスクも高まってしまいます。急にグッて止まってしまうのは、心臓は結局筋肉でできてますので、そこの筋肉がグッて硬くなってしまうと、マグネシウム不足によって死にまで、死んじゃうことになってしまったり、そういったことまでつながってしまいますので、このマグネシウムっていうところもしっかり取れるようにしていただくといいと思います。マグネシウムが多く含まれている食材としては、豆類ですね、豆類、ナッツ類、あとは海藻です。海藻、こういったものに多く含まれていますので、ぜひこういったものが少ない方はそういったところから摂取していただいて、マグネシウム不足っていうところをコントロールしていただければというふうに思います。はい、あとは食物繊維のところですね。食物繊維はまあそうですね、この辺の部分をしっかり取れていれば結構補えていきますので、そこでまずは、調整していただくこと、これが大事になっていきます。あなたの便秘の原因がどこにあるのかっていうことを知ることがとっても大事になっていきますので、まず自分の原因が水分にあるのか、運動不足にあるのか、栄養状態にあるのかっていうところを一つ一つチェックしていただいて、上から順番にでいいです。上から順番にチェックしていただいて、水分を多く取ってみて、まだ改善しないならちょっと歩いてみましょう。それでもまだちょっと改善しないなら、ビタミン C、 そしてマグネシウム、そういったものをしっかり取れるように、食べ物、あとはこういったサプリメントとかを摂取しながら、コントロールしていっていただくと一番かなというふうに思います。便秘を解消していくだけでかなり、あなたの痛み、しびれももちろんそうですし、肌の状態であったりとか、そういったところも影響していきますので、腸内の状態が良くなっていけば免疫機能も高まって、病気になりにくい体、がんとかになりにくい体を作ることもできていきますので、まずこの便秘、そういったところも解消してあげる必要がありますので、ぜひ、この順番でまずはやってみていただくといいと思います。はい、次のお話はですね、便秘の次はアレルギーとかアトピー、そういったところのお話をしていこうと思います。またビタミン C とか栄養素が関わってきますので、そちらを参考にしていてください。